なんでか知らねえけど、俺は自由を取り返すためなら力が湧いてくるんだ。この作戦がうまくいけば、もう海を見には行けないな。僕はなぜか外の世界のことを考えると勇気が湧いてくるんだ。エレン、起きろ。海を見に行くよ。自分で考えた作戦だけど、成功は僕がどれだけ耐えられるかで決まるかな。アルミ、お前は大事には至らないあたりで切り上げるけど、あとは任せたよ。ほら、僕ってそんな勇敢じゃないから。いや、俺が知ってるお前は分かってるよね。一緒に海に行くって約束しただろ。僕がエレンに嘘ついたことはあった。だから何があっても僕の作戦守ってくれよ。くそ。エレン、勝負はもうついてたんだ。終わりにしよう。エレンの元へ近づけさせるわけにはいかない。少しでも長く超大型巨人の足を止める。そのためなら何だって捨ててやる。から生き残ったのはエレンについてた104期生のみんなだけか。正直言えばみんなまとめて吹き飛んで欲しかった。火のついた瓦礫を、ベルトルトはこの町を火の海にするつもりなのか。蒸気を頭に食らい続けた。多分やけどどころじゃ済まないな。火が回ったら、いや、今やるべきことに集中しないと。このまま超大型をエレンに近づかせるわけにはいかない。止めないと。蒸気の噴出が強まった。だけどそれだけ超大型にも負担がかかってるってことだ。理屈はエレンの巨人化と同じだ。短時間に連続して力を使うことはできない。こんな試練にももう慣れたよ。僕に見せてくれ、君たちが最後に何を残すのか。限度を超えた後、力が先細りするだけで有効な力は何一つ発揮できなかった。15メートル級でそれなら60メートル級はもっと燃料効率が悪いはずだ。炎の水、砂の雪原、きっと壁の外には僕の知らないものがたくさんあるんだろうな。だけどもし僕がそれを見られなくても、
まだ足りない。もっと時間を稼げるはずだ。やっぱり骨は消費しないんだ。そして何より熱風を放っている間は筋肉を動かせない。けどアルミ、それが君の最後か。君がその知恵を絞ってようやくできる抵抗は、そうやって炙られ続けることなのか。なら分かったよ、今楽にしてやる。エレンに託すんだ僕の夢、命、すべて。きっとエレンなら海を見てくれる。終わった。さあ次はエレンと馬を。これは硬質か。取った。最初にエレンは動けないと思わせたのも、アルミの抵抗も、硬質化した巨人のカカシを作るための時間稼ぎ、全ては僕の隙を作るため。クソ、分かってたはずなのに。お前が誰よりも勇敢なことぐらい。ジガンシナクでの死闘を終えて、調査兵団はついにイエーガー邸の地下室へとたどり着いた。そこに残されたグリシャの書物とエレンが父から継承した記憶の中には、この世界に残る多くの謎を解き明かす鍵が眠っていた。そして巨人を随意に操る能力、9つの巨人の力を継承した者が継承から13年で命を落とすという非常な現実と、エレンがグリシャから受け継いだ巨人の名もまた明らかになる。進撃の巨人、それはいついかなる時代においても自由を求めて進み続ける巨人の名であったという。そして時は流れ、1度目の超大型巨人襲来から6年、時間をかけ着実に巨人を駆逐していった調査兵団は、ついにウォールマリアの外へと壁外調査に出る。だが依然として壁の外には行く手を阻む敵の姿があった。目標地点へと近づく調査兵団に巨人の影が迫る。すぐ海に着くのか。ようやくここまで来たんだな、俺たちは。油断は禁物だよ。どこに巨人がいるかわからないからね。早く拠点を築こう。しかも、うわ、巨
人がまだこんなに。索敵が取りこぼしたのか。とにかく拠点を設営しなきゃ始まらない。邪魔な巨人を全て討伐するんだ。この調子で行こう。残る設営箇所は2箇所だよ。設営完了だ。さて、最後の1箇所もよろしく頼むよ。設置した3つの拠点を本部と定めて一度体制を整えよう。いいかい、この本部は今回の調査の要だ。万一破壊された時には撤退せざるを得ない。巨人か。くそ、私が向かうわけにもいかないし。俺が救援に向かいます。ハンジさんはこのまま本部を防衛してください。待って、君にも愛知のことがあると困るんだけど。ハンジさん、私がエレンに同行します。エレンは絶対に死なせない。救援要請。たとえ俺たちの同胞でも巨人は殺さなきゃなんねんだ。おかげであいつを助けられた。巨人に遭遇してしまったんだ。エレン、悪いけど手を貸してくれ。お前の見たかった景色はもう手を伸ばせば届くところにあるんだ。こんな巨人どもなんてとっとと片付けて先へ進むぞ。ありがとう、なんとか切り抜けられたよ。そうだ、僕もエレンたちに合流させてくれ。
巨人深淵だ。あれは本部の方角。まずいかもしれない。ああ、急いで向かった方が良さそうだな。何かあったのかもしれねえ。消えろ。来てくれた。君を戦わせるのは本意じゃないけれど、少しだけ手を貸してもらえないかな。エレン、海を前にして流行る気持ちはわかる。だけど無茶だけはしないでほしい。別に無茶なんてしてねえって。俺はただ前に進む、それだけだ。これでこの辺りの巨人は倒せたか。いや、正直肝が冷えたよ。深淵弾だな。誰かが苦戦してるみてえだ。また本部が巨人に襲われちゃまずいし、襲撃に備えて防衛線を張るとし、サシャ、コニー、防衛用の拠点を設営してくれ。よろしく。任せておけ。巨人に襲われてるんだ。いざ。いやだ、来ないで、来ないでくれ。とにかく落ち着け。すぐに助けてやるから。ありがとうございます。おかげで命拾いしました。まだ動けるんだ。ここはもういいから、本部に向かえ。このデキレス怪獣が。深淵だ、助けに行かねえと。救援要請だよな。やるべきなんだろうが。すごい。なあ、手を貸してくれよ。巨人が邪魔で拠点が立てられねえんだ。了解。だよな、言ってやるべきなんだろうが。ありがとな、おかげで助かったぜ。アンドロ、よろしく頼む。ほら、わかったぜ。おい、手を貸せ。ハンジたちと合流したいが、この辺りは巨人どもが多すぎる。よろしく頼む。任せ。俺は本部を目指す。エレン、援護しろ。
点の設定を命じられたんですけど、巨人に邪魔されてうまくいかないんです。ありがとうございます。助かりました。巨人か、さっさと片付けるぞ。邪魔するんならぶっ殺すだけだ。エレン、見事だった。私もあなたに続かないと。まだ終わりじゃねえ。全部か。とにかく先を急ぐぞ。やって、よろしく頼む。分かった。まだ巨人が残っていやがったか。面倒だが倒して先へ進むぞ。巨人の討伐完了しました。巨人を倒して満足してる暇はねえぞ。全員本部まで急げ。本当にもうすぐ海が見えるんだよな。なんだか少し不思議な気分だ。くそ、ここにも巨人が残ってやがったか。俺がまとめて終わらせてやる。僕は殺すだけだ。
巨人は見当たらねえ。今度こそこれで全部だよな。さあ行こうエレン、みんなで一緒に海を見るんだ。取り尽くせないほどの巨大な潮の湖があるって僕が言ったこと間違ってなかっただろう。ああ、すっげー広いな。うん、ねえエレン、これ見てよ。壁の向こうには海があって、海の向こうには自由がある。ずっとそう信じてた。でも違った。海の向こうにいるのは敵だ。何もかも親父の記憶で見たものと同じなんだ。まあ向こうにいる敵全部殺せば俺たち自由になれるのか。